足つき、はい、串つきフランク、すごい最高の断面。フランクめっちゃうまいですね、マジでうまそう。これはうまそうだぞ。うまい、めっちゃうまい、完璧。これぞコスズメフルコース、堪能しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。あ、何すげえ。フランクメインですけど。あー、美味しそう。めちゃくちゃうまそう。さっきちょっとなんすかこれ。おでんっぽいですけど、洋風のスープにしました。ちょっとキャンプでも食べやすいように。これつけて食べるってことですか。はい、このフランクの串からこうヒントを得て。うわ、すげえ。すごい、かわいい。見た目も最高じゃん、ね、で真ん中のサルサソースが入ってるんで、はいはい、ちょっとピリ辛ですけど、まあそれをつけてもいいし、そのまま食べてもいい。そのままでもいい、はい、なるほど、うまそう、おしゃれ。じゃあセグナでもいいっすか、はい、うわー楽しみ、いただきます。すごい、火が入ってますから。ちょっとやっぱフランクからいくか。うんうん、うまそう。これや、いいっすか。どうぞ食べましょう。じゃあいただきます。うまそう、フランクから。いただきます。いただきます。うまい、うまい、めっちゃうまい。これキャンプでできるのいいっすね。あ、あ、何か今あって何もないです。洗濯大変ですか、いつも。大変なんですそういう感じですか。本当に皮が柔らかいから食べやすいのよ、うん、なんか新食感みたいな、本当プリってなんかプルンみたいな。そうそうそう、すごい美味しい。食感がめっちゃうまい。なんかさっきのホットサンドも美味しかったんですけど、うん、私この茹でてある食感がもうめちゃめちゃ好きです、はい、確かにね、うん、ほらもう買った時からもう最初に切れ目が、うん、そうなのよ。そうですね、それ楽ですね。よりこう、うん、見栄えもいいし、うん、出汁も美味しい、うん、確かに。これは美味しい。これは最高だ。でさっきちょっとほら、はい、お見せしたこのケーシング、はいはいはい、ですか。これでちょっとね、ちょっとせっかくだったんで、うん、ちょっと違うものをちょっと作ってみました。なんだなんだ。おい、ケーシングに通常はね、ほらひき肉とか、はい、お肉を詰めたりするんですけど。すごい、面白い。バターコーン、バターこれ入れるんだ。うまそう、美味しそう。これコツズメさんオリジナルですか。そうですね。すごい、寝ないで考えました。本当は本当に本当にかい、それは気使うわわー美味しそう、面白い。遊んでみました。すごい、これ楽しみだね、どうなるんだろう。コツズメさんが考えてくれたね、はい、この寝ずに考えました。寝ずに考えたから、やっぱこれもやっぱ料理名は考えた方がいいかもしれないですね。あ、そうですね、ぜひ考えて。これこそだって難しいもんだって。でもほら名前つけるね、お得意だから。そうなんですよ、そう、はい、な、リオちゃん、はい、これは絶対いるもん、やっぱ料理名が。今ほらだいぶ僕ら繋いでるんで、うん、その間にね、そう、素晴らしいネーミングが、はい、お、はい、整いました。早い早い、お願いします。はい、これはもうすごいいい名前です。はい、ケーシングで絶品福袋。あっ、キヨちゃんめちゃくちゃいいやん。天才かもしれないですね。天才かもしれない。そうなんですよ、ケーシングで絶品福袋ですよ。はい、そのプカプカ浮いてるなんか袋みたいな感じに見えて、はい、すごい素敵なものが詰まってるので福袋、そう名付けましたちょっとなんかこうあれですね、上にこう上目に世界で、もう巨匠ですよ、上から目線な感じになるんですね。料理名をつける達人です。さすがです、福袋、はい、ケーシングで、さすがです。美味しいものが詰まってますからね、はい、さすがです、ね、素晴らしい、はい、では全部 DE でお願いします。はい、あと丹羽さん、あの2日
2日前ぐらいにあの教えといてください間違いないね、はい、間違いない。いやこれ言ってる間に、ね、本当にすごい、なんかすごい面白い見た目がめっちゃ面白いんだけどね、面白いぷくってなってきて、どういう食感なんだろう、ね、これ面白い。なんか何でもできそうですね、やけどしないように。それじゃあいただきます。いただきます笑ってる笑ってる笑ってる面白い、うまい。どうですか、おいしい。めっちゃうまい。なんかすごい面白い。あのね、音もめっちゃ面白いですよ、うん、なんか食べる時のこれ楽しいね。これ楽しい。キャンプ行った時ずっとやりたいね、うん、皮がうまいのやっぱ、うん、コラーゲンですから、うんうん、お肌も、うん、ツルツルに綺麗になっちゃう。で、今、おつさんのところスープ食べましたけど、はい、まあ、じゃあメインを。まだあるんすか。鉄板のナポリタン。あ、すごい、鉄板ナポリタン、名古屋名物ですよね、はい、最高じゃないか。嬉しい、まあ、今回もアウトドア用の作り方というか、はい、まあ、ズボラな人でも作れるという、はい、まあ、お二人はズボラじゃないと思いますけども。そうです、何言ってるんですか。なんかリオちゃんズボラなわけないな苦笑いです、ね、今作ってみたいと思います、はいはい、ありがとうございます。じゃあ今食材と、はい、スキレット用意しました、はい、鉄板ナポリタン、はい、作っていきたいと思います、はい、お願いします。我々も、はい、手伝いますから、まあ、僕が作ろうと思ったんですけど、はい、やっぱりもうベテランの2人にありがとうございます、やっていただこうかなと思って、はい、でまずは、はい、トモさんはパスタを、はい、パスタ、まあ、どうするんですかこれ。大体2万ぐらいを出して半分に折ってそのスキレット並べてください。ここに並べちゃうんですか。はい、そうですね、並べるとかも入れちゃってください。そのまんま。で奥様はマジニンニクを、はい、切るか潰すかで150ね、好きな形でいいです。で 目を取った方が美味しいと思うんで、はい、はい、おー、どうでしょう。はい、もうそれを半分に折って、はい、はい、好きです。量これぐらい大丈夫ですか。いいと思いますよ、はい、もう半分に折って、はい、え、これでいいの。いいです、いいです、はい、いいです、敷き詰めて。こういうのももう入れていいんですか。あ、もう入れちゃっていいですよ。おー、どんどん入れちゃうの。入れちゃっていいんですけど、美しく並べましょうか、材料を。なるほど、入れるときに、はい、じゃあそれ任せます。写真をね、上から撮ったときに、写真を上から撮ったときに材料が綺麗に並んでるとどうですか。美しいですね。そうですねじゃあせっかくだから、うん、はい、大きく、はい、確かにね、大きい方がいいわ、はい、ごと入っててもいいぐらいなんだからね、うん、フランク、これ確かに、うん、そのぐらいの勢いですね。いいじゃん、いいですね。これも主役ですから、はい、ここです、ここに、こんなパスタの作り方見たことないね。これ ね、ワンポットパスタといって、ワンポットパスタ、まあ、一つの鍋で、はい、作る。これいいですね、キャンプには。別茹でしないんで、すごい、リオちゃんもいいね、ナイス。こっからが難しくなってきたぞ、こっからが難しいこの辺はでもちょっと大胆にピザみたいな風に思えてきたもんだってね。わかりました。もう前振りで、はい、多分あれですよ、微妙に考え出来上がるまで長えぞっていう、チクリとチクリと入ってきました。ちゃんと早めに伝えたんで、今のうちから考えとけよっていうことですよ。でも庭さんが今言ったのはカットしておいてもらえますか。考えた尺がバレちゃいますから。なるほどね。確かに。これも最後ピーマン。ピーマンは彩りが最初から入れちゃうと実は色が飛んじゃうんで、あ、最後の方に入れた方がいいです。あ、そうなんですね。はい、あとはそのトマトソースを加えて、はい、もういっちゃいますわじゃあ、はい。素敵にね。素敵にね。おしゃれにね。おしゃれにとかあるかな。
あ、でもあれ、え、いいんじゃないの、どうだ、いいじゃないですか。よかった。それにあと半分ぐらいちょっとお水を、あ、はいはい、はい、あれ、この中に、うん、ほら、中に残るじゃないですか。確かに、なるほど、ここにちょっとお水を入れて、はいはいはい、ちょっとシャカシャカっとして、ちょっとシャカシャカっとして、でお水も加えます。いや、これめっちゃいいね、やり、すごいいいね、覚えちゃったらほらガサガサって入れちゃうから、確かに確かに、はい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 、はい、あとオリーブオイルを好きなだけ、オリーブオイル、はい、こう、わーって、うん、一回し、二回しぐらいでいいんじゃない、一回しぐらいでいいのかな、はい、はい、オッケーですか。さすが夫婦の共同作業。ありがとうございます。さすがです。見守っていただきありがとうございます、はい、あともちろんこの状態でもちょっと多分塩味が足りてない。なるほど、まあ、小さじ1ぐらい、小さじ1、はい、はい、じゃああとは火にかけていきましょうか。おー、ここで火にかけるの、はい、何このやり方。火を入れていきます。はい、はい、あ、ちょっとずれちゃった、はい、すいません。すごい、なんかこのやり方、このようにしておくと、はい、やっぱりその麺がくっついちゃうので、そうですよね、あのちょっと沸騰きたらかき混ぜていく、かき混ぜて、まあ、ある程度こうほっとかないで、うん、途中かき混ぜて、なるほどなるほど、水分を飛ばしながら仕上げていく。へえ、面白ー、はい、おお、グズグズいって、ああ早い早い早い、やっぱマジで早いですね。まあまあね、今火は強くして、まあ、スキレットですからね、めっちゃ早い、グズグズすんのが、ね、こう混ぜなくていいですか、小雀さん。混ぜましょう。はい。火加減はちょっと私はちょっと調整していきます。これも大胆に。はい。麺まだこんなんですけど大丈夫ですか。で, す、うん、でもそのままでしょ、やっぱくっついちゃうんで。はいはい。こうかき混ぜながら。これ大丈夫かな。水分がなんか少ないなって思ってきたら、はい、また水分入れてあげればいい。水分入れて。そう。もうそのぐらいかけたらちょっとまた、はい、わかりました。様子を見て。だから本当この水分の調整とかき混ぜです。なるほど、うん、もうこれだけですね、ポイントは、うん、水がちゃんと行き渡るように、ん、入れた水がちゃんと行き渡るように、ね、言いました今。行き渡るように、うん、そこは何ですかって、もう素直な心が必要ですよ。なんで何ですかって英語使わないといけないんですか、妻に。だから小雀さんがそうやって粒立てるから僕のさっきの話が言わなかったら別に普通の返事みたいになってたのに、 なってました。あなたが粒立てるからちょっと、あ、確かになってなるんだよ。いや、僕はほらちょっとある意味俯瞰で見てるから、あ、客観で見てみてそう思ったってことですか。そう、態度がね良くない、返事とかも なんか厳しくなったな、みたいな物言いが。あれ、そんなことないですよ、優しくした。じゃあそろそろピーマン入れましょうか。あ、ピーマン、はい、そろそろピーマン、はい、ピーマン入れてもらっていいかい、じゃあ、うん、うわ、またこれピーマン入ると色が一気に、ね、完成するね、うん、ナポリタンって感じになる、なるね。じゃあなんか程よくなってきてるんで、完全になってきました。次は仕上げの、仕上げの卵を、はい、やりますか。ちょっとやってみていいですか、うん、もうせっかくなんで ね。じゃあもういっちゃいますね、はい、どうぞ。でーい、こうですよ。おお、こういうことです。こっからどうしましょう。かき混ぜますか。かき混ぜますか。軽くかき混ぜて、はい、全体を、あれ大丈夫、全然、全体を、うん、ふわふわにするんですね。全体をふかふかになるように、大丈夫かな。はい、あとを作りますか。はい、はい、うん、お願いします。こう、だしの、はい、どう、はい、どうですか。ちょっと整えましょうか。整えてください。ちょっと整えてください、はい、整えましょう。はい、せっかくですね、いいよね、リオちゃん。いやいや、もう全然いいと思いますよ。すごく綺麗に、綺麗にできてますよ。うん、あとはちょっとね、胡椒いいですか。あ、お願いします。
うわい、おでこういうくらいですよね、まあ、そっちに行きましょうか。はいはい、やい、はいはい、うまそう。それじゃあどうでしょう、いただいちゃいましょうか、はい、いただきます。じゃあいただきます。いただきます。はい、おいしい、うん、全然完璧なナポリタンじゃないですか。おいしいですね。作ったのは、うま、作ったのは僕です。はい、ありがとうございます。ちょっとリオちゃん、これ聞きたい、点数聞いてもいいですか。うん、はい、100点。やった、100点出ました、ありがとうございます。いや、美味しいよね、本当に美味しい、100点出ました、うん、それで私初鉄板ナポリタン。そうよね、本当卵があると楽しいね、うん、下になんかオムレツみたいな、もう一個楽しみがあるっていう、うん、フランク食べたい、いろんな楽しみ方できたね、うん、どうでした、すごい美味しい。いや、マジでめちゃくちゃ焼くだけの美味しいんだけど、そうそうそう、焼くだけも美味しい、そう、より引き立つでしょ、引き立ちますね、うん、マジでね、皮がとにかくね、うん、うまいんよ、この食感がすごい、うん、前も言ったけど、やっぱこの食感だとハンバーグみたいな肉感がすごい、そう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 、ものすごい強調される、うん、完食しちゃった、ペロリだから、もう、うん、ペロリだから、ちょっとやっぱ料理名をね、やっぱ最後に決めてもらって、リオちゃんにね、特別な鉄板ナポリタンとは違う、そう、鉄板ナポリタンじゃなくて、もっとズバンっていうのが欲しいわけですよ。整いました。あ、早い、早いで、早いね、整うのが、こういうとこほんとすごいんですよ、うん。じゃあズバリ言ってもらってよろしいでしょうか。はいはい、ワンポットでゴロゴロフランクナポリタン。よっ、一番締まりましたね、はい、ゴロゴロフランクナポリタン、うん、このゴロゴロフランクってのがいいじゃないですか。そう、なんかすごい大きく切ったのがすごい美味しかったなと思って、確かに確かに、まず見栄えも良かったし、そうで食べた時も食感があって、はい、うん、ね、最高です。美味しい、いや素晴らしい、いや本当に美味しかったですわ、マジで美味しい、作ってほしい、うん、ぜひ家でも、うん、家でも作るよね。うん、言いましたよ、今言いましたよ、うんって。いやでもこれは作れる、うん、作れる、うん、作れます、うん、期待してますから、今回こそは任せてください、うん、はい、はい、美味しくできましたね。いや、めっちゃ美味しかった、うもう大満足ですわ、大満足、ホットサンドからね始まりましたけど、そうそう、今日は、いやもうマジで最高でしたわ、もう、そうですか、っていうかもう順番最高だったね、最高だったね、ホットサンドからのあのお鍋、うん、うん、そしてあのケーシングの面白い福袋、ね、うん、はい、福袋、そっからのメイン、うん、もう完璧、これぞ小スズメフルコース、堪能しました、ありがとうございます、ありがとうございます、素晴らしかった、素晴らしかった、どうだったリオちゃん、もう全部美味しかった。でこのフランク一つを使って何を作ろうっていっぱい考えてくださったのがすごいよくわかるように、いろんな方法の、ね、フルコースで、うん、だって10本入ってるから、いや本当に10本入り一袋あれば、ね、うん、いろいろ作れますよ、作れますね、全部違うように美味しかったね、うん、確かに、いや今回は本当前回にも増して楽しかったし、より距離も縮まったと思うんで、ありがとうございます、ちょっと今後小雀さんのことを、はい、コッスーって呼んでもいいですか。コッスーですか。はい、いいですよ、もちろん、おやりました、コッスーいただきました。僕はもトモさん呼ばれるから、リオさん呼んでいってほしいです。なんでだよ。なんでそうなんですか。なんかコッスーって呼んでほしいんですか。呼んでほしい。それなんかちょっとやめてもらっていいですか。いやでも仲良くなれてよかったし、よかった、ね、最高でした、うん、こちらも楽しくできました、今回も本当ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。